chose the right program. Making sense. 皆さんこんばんは、清水美智子です。大黒です。私ですね、はい、ツアー中なんだよね今。そうなんですよね。そうなんですよ。それで、でも、ね、東京には帰ってきてるんでしょ。そうそう、土日に、うん、長崎行ってとか、そういう感じで、うん、そうなんだ。だからちょうどなんかこれってすごく理想的っていうか、いい状況なんですか。いいんですよね。あとこうチャラチャラこうやってさ、あとの4日は何やってラジオ出たりとか、うん、テレビ出たりとかして、うん、それで土日は気を引き締めてライブっていう感じなんです。ああ今チャラチャラしてる時、今チャラチャラ失礼、あれってさ、失礼すぎるぞ。不思議とさ、頑張りますよこのラジオっていう時ってあんまり面白くないのに、うん、生半可な気持ちの時って面白いんです。どうしたらいいんだろうこれってさ、もし担任の先生だったら私をどうやって立ててくれる？清水、生半可なまんま頑張れっていう、やっぱりだ、言わないことですね。今自分が生半可なのか本気なのか。お笑いの人みんなそうだと思うな。でもでも舞台もそうですよ。あ、そう、あの本当に力入っちゃうと、そう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 、ね、ろくなことないよね、うん、一生懸命頑張るぞっていう時の舞台なんて本当、うん、はいはい、お一人でどうぞって感じだもんね。頑張りを見せてはあかんのやって言うじゃないですか。言わないこれから本当厳しく言うよあんた。ちょいちょいね、人のパクリをするんだけども、へったくそな万引きしかしないからね。いや、うまい下手じゃないけどね。確かにそうです。でもお芝居って不思議なんですけど、はい、どんなうまい俳優さんも、うん、自分のね、その自己分析ができない人が多くて、そのわ今日すごく良かったなと思って楽屋行って、今日は良かったですねって言ったら、うん、いや今日はもうダメだと思ったとかって言うし、今日どうでしたって自信持って言われた日に、うん、あんまり良くなかったんで、うん、まあ良かったですよとは言うものの、この人今日いいと思ってたんだっていうふうに思ったりとか。ああそうかそうか、なかなか自分で分かんない、言葉にはしないけど、ね、そうなんだ、うん、だから結局さ、あれなのかな、全体でもって一つのお芝居だから、うん、自分を消すこともできる人じゃないと無理だよね。あんまり花ばっかり強い人、花あってついつい自分が出ちゃう人だと難しいだろうね。まあその、うん、舞台は特にそうかもしれないですね。であと映像になってくると、やっぱり後々自分でこう客観的に見れるから、うん、それは、ね、自分で判断できるけど、舞台はもう主観じゃないですか。そうだね、だからね、空気だしね、なんかなかなか分かんないみたいですよ。だから清水さんももしかしたら ものすごくうまくいったと思ってる時に、うん、意外にそうでもないかも。私の場合ははっきり言って笑い声で感じるわけ。ああそっか、だからそれが結構、ね、ライブの時はね、うんうん、それでなんでこんなにウケないのっていう時あるんだよね。同じことやってても、同じことやってても、それで頑張るぞっていう時ははっきり言うと、さっきのは冗談で、うん、頑張るぞっていう時ってさ、うん、ちょっともうその疲労がお客さんに伝わるのか、うん、ちょっと自分なんかどうでもいいくらいの、うん、お客も言わんやどうでもいいくらいの気持ちで、お客様は神様だなんて思うと、うん、あんまりいい結果待ってないんでね。不思議だね、うん、あれ。確かに、でも疲れてくると俳優さんが、うん、やっぱちょっと頑張んなきゃいけないって思っちゃうから、そりゃそうだ、逆になんか空回りする時とかもね、うん、ありますもんね。私のアイデア言っていいですか？どうぞ。お芝居をやるとします、うん、その時にいちいち全部録画で毎回録画全員で見るの。一人で見るっていうとこうスキップしたりとかするから一回上映会やるんですよ、うん、そうすると自分の欠点とかも見えてものすごくいいんじゃない。あでも ね、それはとてもいいこと今清水さん言いましたよ。ちょっと上から見るのよ。清水ちゃん今すごいいいこと言った。清水ちゃん悔しいこの間撮影した大空港っていうドラマは頭から終わるまでノーカットで、うん、100分ぐらいやったんですけども、うん、そのすごいね、よくできたもんだね。松本空港を借り切ってやったやつですけど、そうだそうだね、5回撮ったんですけども、うん、オール止めずにやったのを5回やったの。5回やった。で朝7時ぐらいから始めて8時半ぐらいに終わるんですよ、うん、で9時、夜のね、いや違う、朝ので、朝の9時からもう本当の空港の営業が始まっちゃうから、その前に撤収しなきゃいけないので、そうか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 、で撮影始まったらもう100分で終わっちゃうわけだから、ずっと長回しだから、うん、でその日撮ったものを、その後みんなで見るんですよ。ああいいね。で反省会、うん、で僕もここはこうした方がいいんじゃないかって言ったりとか、みんなでこう意見を言い合って、うん、でよしじゃあ明日頑張ろうって、また次の日
やって、でまた みんなで見て反省会ってやってたから、すごいじゃんそれ。すごく良かったですよ。その5回やったことによってどん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 こうグレードがアップしてったっていうか。はあ、それは素晴らしい。それって私のおかげみたいなもんだよね。まあで僕らが先にやったんです。それ私前言ったような気がするんだけど今初めてやった、でも舞台もだからそうだ、ね、まあ、ちょっと時間はかかるけど、それはいいことかもしれない。時間かかる、ね、あとさ、あのそんな噂が広まったら嫌だよね。三谷さんの芝居出たことあるけど、一回自分の芝居をね上映するんだよね。あれきついよね。ひそひそこそこそ、あ来た来た、これ怖くないですか。あの粘着質なんですよね。蜷川みたいにバーッと言ってくれればまだいいんですけど、自分でどう思ったって言うでしょう。あれが嫌なんですよね。ひそひそひそ確かに俳優さんではね、そういうの好きな人もいれば嫌な人もいますし、うん、あのあれだってドラマとかでも、プレビューしますって言って、うん、その場ですぐ見るじゃないですか、うんうん、あれをもう食い入るように見る人もいれば、絶対俺見ないっていう人もいますからね。うん、なんで絶対見ないのかな。見た方がいいじゃんね。うん、でも関係ないと、俺はただ芝居をするだけで、それを OK とするかノーとするかは演出家の仕事だし。それはじゃあまあ二流以上の人だね。一流に近いような人だね。そんなちゃんと自信持てるってことはやっぱ三流。中井貴一さんとかね。中井さん 見ないんですか。見ない、絶対見ないって。ああ、中井さんはそうかもしれないね。佐藤浩市は見るんですよ。そう言いつけるような言い方やめてくれる。佐藤さん素晴らしいじゃないですか。私だって見ますよもちろん。中井さんがねボンボンすぎるんですよ大体。まあ見るのも大事なんですよ。その見て自分のまあその人、うん、ね、向上心のために見るっていうのも大事だと思うんですけどね。この放送も一回ね、あんたもちょっと客観的に聞いてみ、本当おかしいから。面白いってこと。面白くない、不愉快ですよ。ちょっとその勇気がないんですよね。わかる、そうなんですよ。だからやっぱり三流以下ってそういうもんなんですよ。まだまだこう一流になりたいな。そうだね、やっぱりさんまさんとか見るっていうもんね。見るって言いますもんね。自分で笑ってるっていうもんね。うん、すごいことですよ。阿南健二君の家に行くと、はいはい、新選組っていう、阿南健二さんっていうの口の中に入れた人だよね。そう、入れた人、うん、あの新選組に出た時に、うん、近藤勇のお兄さん、香取君のお兄さんの役をやったんですけど、阿南君家に行くと、その自分の出たシーンだけを編集した見せられる。お人よし。全然ストーリーは私が言ってるのは自分好きの話が好きなんじゃないですからね。ねえねえ、香取さんの役の近藤勇さんって本当に拳が口の中で、あれは本当の話。あれは本当の話。うん、すごいね。阿南君も入るし香取君も入る。香取さんとか阿南さんはその役のために入れたんでしょ。すごいよね。自分もともと入ったんですよ、そういう特技を持ってたから。不思議、なんでやろうと思ったんだろうね。まあ口がでかいのか拳がちっちゃいのか分かんないですけどね。よくそんな冷たい言い方できるね。あんた役者さんにもう少し感謝した方がいいと思いますよ。厳し